あんなとこで、いつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、ほんとだ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそ、ナメック星人かも。あ、隠れろ！あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ウロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも、今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのは、あいつらかどうか。そうよ！間違いないわ！今のが4個よ。やっぱり、そうか。ごはん、見たか？はい。ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっと、もっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。ブルマから連絡を受けた亀仙人は、悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが、悟空はこんな時のため、ブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。新しくできた線図で一気に回復した悟空は、すぐにナメック星に向けて出発した。それじゃあ、ほら行ってくる。早速、宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと、6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中、ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は、さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた記憶か。俺、そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ごはん、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。軌道のフリーザ一味。
ナメック星人の少年を救え。やっぱり、ナメック星人さんたちの村があるんでしょうか？多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。ご飯、わかってるな。はい。被弾や武勲術は、控えるんですよね。そうだ。敵に気づかれちまうからな。近い、近いぞ。あ！奴ら、何やってんだ？神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。は。これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると、次はその子供が死ぬことになりますよ。なんて奴らだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は？なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても、願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが、約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そうそう。初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持って、とっとと達者に。ついでに、あと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱり、あなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。はい。さあ、はあ、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。あいつだ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。
まあ、とりあえず、死ねえ！やめろー！なんだ？てめえは？お前なんか、僕はやっつけてやる！ごはん！いい戦っても、俺たちじゃどうしようもない！頭を冷やせ！やっくしょー！助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか？はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。デンデ、he's so cute。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木は、ドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら、奴一人くらいやれる。今フリーザと出くわせば、俺は終わりだ。
なかなか骨がありそうな。ビジーター。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければ、なんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしく、そのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃ、この場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたから、もしやと思ったが。やはり貴様ら、スカウターをすべてなくしたようだな。はははこりゃいい。これで俺が近づいてもわかりはしない。こいつが欲しかろう？渡す気になったか？なんで壊しやがった？そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星の奴らはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所がわかっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ？わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか？地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだ？わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り、恐れているんだ。スカウターで見たんだろう？俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ！スカウターの誇張だ！何を怯えている？さっさとかかってこい！これを見くびるなよ！はっ！飛びえ！はっ！ギャリック砲！ギャリック砲！俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていく。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。ギャリック砲！
飛び上がれ。はっ、はっ、ヤリックホー、飛び上がれ、飛び上がれ、はっ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 、貴様の自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。マリックホー、マリックホー。ま、待て、ベジータ。俺を、このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え！お前たち、サイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ、増え始めた。力を持ち始めれば、いつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに。フリーザ様は、あの時点で、手を打っておく必要があるとお考えになった。そして、フリーザ様自らが、惑星ベジータを、サイヤ人もろとも消し去ったのだ。だが、ベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には、星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただ、そうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分に向かっ腹が立っただけだ。うわぁ、フリーザ様、フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。はぁ、やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびり、だって。お？何？その小型のピッコロみたいな子は、ひょっとして、ナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ！さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫くん
軍がここに向かって飛び立ったの。到着はなんと、たったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。悟空よ、聞こえるか、悟空。あれ？ん？お前一体そこは、もしかして宇宙か？そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあ、その話は後で聞くとして。実はな、ここに客が来よったんじゃよ。お前もよーく知っておる4人がな。まさか。みんな、お前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よ、聞こえるか、悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。四人って言ったな。イヤムチャと天津飯。ひょっとして、ピッコロもいるんか？てめえだけ強くなっていくのは、この俺様のプライドが許さないからだ。あと一人は、なんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ！よかったな。俺らも今、ナメック星に向かってんだけど、百倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日間でもっと強くなんねえと。えれえことになっちまうかな。そういえばさっきも言っておったな。話してみろ。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのか？まさかそいつはフリーザでは。さあ、そいつは聞いてねえけど、海王様は知ってんか？悟空よ。もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか？ちょっと見てみてな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか？長老ってやつはいるか？この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。
ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え？またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたら、あいつら、すべてのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな。あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか。星のみんなを助けてください。俺たちは、そういうことだったんですか。やっと、あなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え？最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ？僕たちの村を襲った奴たちは、ドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ？ああ、多分、ベジータってやつに。もう、一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたら、この星にはもう、ほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった一個。ひょっとして、その一個を持っているのが最長老さんか？はい。いかん！ベジータが最長老のところに行き着いたら、7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く、最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんは、ここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられん。フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。ん？このパワーはザーボンだ。間違いない。待っていたんだ。単独で動き出すのをな。